本田ひとみは日本のアイドル、女性アイドルグループ AKB48 チーム8、栃木県代表、及び AKB48 チーム B のメンバーである。また、日韓合同グローバルガールズグループアイズワ1の元メンバー、愛称はひいちゃん、栃木県出身、バーナルサム所属。2014年、AKB48 チーム8全国。 一斉オーディションに、栃木県代表として合格。2014年12月5日、栃木県知事が移植する、栃木未来大使に就任。AKB48 大握手会期まぐれ、オンステージ、フレッシュ主シュにて2017年、と、チギテレビのローカルワイド番組、イブニング6プラス毎週木曜日のコーナー、トゥータレンタリース、栃木プレゼンツ AKB48 チーム8本だ。 瞳の濃い土地で、栃木県内の情報を紹介する、メインレポーターを担当。2018年4月5日、FM 栃木で、冠番組、トゥータレンタリース、栃木プレゼンツ本田瞳ヒートイズオン、瞳本田ヒートイズ ON が、放送開始。2018年5月から6月にかけて投票が、実施された、AKB485 サードシングル世界。 選抜総選挙では82位となり、初めてランクインした。左からプロデュース48、合図、ワンカラー、合図賞コンにて2018年8月31日、日韓合同オーディション番組、プロデュース48のファイナリスト20人の中で、最終順位9位となり、グローバルガールズグループ。 アイズワンのメンバー12人のうちの1人に選ばれ、活動期間2年6ヶ月の予定で、世界デビューすることが決定。アイズワンの活動のため、兼任するチーム B の新公演、シアターの女神の9月8日に行われた初日公演に出演予定であったが、休演することとなった。二千十八年十一月十八日発売の a k b 十八のゴッフォースシングル、ノーウェイマンで、 AKB48 のシングル表題曲の選抜メンバーに初選出されることが9月24日に発表された。同日、アイズ1の活動に専念するため、2021年4月までの2年、6ヶ月間、国内グループ活動を休業することも発表。2018年10月29日に、アイズ1メンバーとしてミニアルバム、カラーアイズでデビューし、 千人活動を開始した。2021年4月29日、2年6ヶ月の活動期間が終了し、アイズワン千人活動が終了した。2021年5月15日、約2年8ヶ月ぶりに、自身のツイッターとインスタグラムの更新を再開した。2021年5月23日、ピアーリーナ MM で開催された、AKB48 チーム8。 全国ツアー最終公演に登場。2年半ぶりの AKB48 のイベント出演となった。趣味はダンスで、プロバスケットボール B リーグチーム、宇都宮ブレックスのファン。小学4年生から6年生まで、ブレックスのチアリーディングチーム、ブレクシーのチアスクールで活動していた。2018年9月6日放送のラジオ番組、AKB48 のオールナイト日本に、 プロデュース48に参加した宮脇桜を含む5人が生出演し、本田ダ瞳についても語った。宮脇桜は、今回の企画まであまり交流がなかった本田について、あんなに可愛いって知らなかったくらい、可愛さが爆発していた、お餅ちゃんってあだ名がついて、すっごい見た目は可愛いのに、ダンスになるとバキバキ踊るっていうのでひちゃんの魅力が、 発見されたと韓国での人気の理由を説明した。モデルプレスの記事では、当初ダンススキルの無差が懸念されていた日本人練習生たちの中で唯一そのスキルを認められ、韓国人練習生たちにレクチャーする姿が国民プロデューサーの心をつかんだ、と記述されている。ありがとうございます。